ファイル、サムネイルピクセル、ホセ・マリア・エルナンデス・ガルニカは、スペイン出身のエンジニア及び、カトリック司祭。鉱山工学、自然科学、そして、進学の博士であった。司祭として、スペインの他に、イギリス、アイルランド、フランス、オーストリア、ドイツ、スイス、ベルギー、オランダの各国で働き、多くの病気を患ったが、犠牲の精神で耐え忍び、とりわけ、 一年間にわたった闘病生活を英雄的に捧げ、1972年に生成の誉れのうちにバルセロナで死去した。現在、劣腹調査が進められている。ホセマリア・エルナンデス・ガルニカは、1913年11月17日、マドリードに生まれた。スペイン内戦前に、聖ホセマリアと知り合い、1935年7月28日に、 オプスデーへの所属を申請する。神の呼びかけに寛大に応え、生活の中心をミサに置き、活発な首都職を展開した。オプスデー創立者聖ホセマリアに固く一致し、聖ホセマリアも彼に絶大な信頼を置いていた。神の愛に動かされ、豊かな才能を教会とすべての人々のために捧げ尽くした。常に人々に仕えることを考え、謙遜、誠実、 率直な人柄によって多くの人々を引きつけた。1944年6月25日にマドリードにて死災に除海され、オプスデーの最初の3人の死災の一人となった。その後、聖ホセマリアは彼にスペインにおけるオプスデーの女子部の私牧を託する。この職務をスペイン全土における私牧活動と合わせて精力的にこなした。後に、 ヨーロッパ諸国での私牧に従事することになり、イギリス、アイルランド、フランス、オーストリア、ドイツ、スイス、ベルギー、オランダの各国で働いた。被災除外被災職に招かれる前に従事していたエンジニアとしての仕事においても、被災職においても、熱心に職務を、全うした。様々な言語を学び、オプスデーの首都職が始まった国々において、 それぞれの習慣に順応するように努力し、それぞれの国で使徒職の活動が始まると初期の苦労を寛大に受け入れて働いた。晩年、闘病生活を模範的に耐え忍び、1972年の無限在の親鳥の祭日前夜に死去した。最後の瞬間まで神に祈りを捧げていたという、ありがとうございます。